これをやれば痩せるスイッチ入ります。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。動画見ながら YouTube やるけど痩せにくいなーって思ってる人の多くは下半身の筋力が弱いです。スマホ見ながらやりやすい運動ばっかり選んでませんか？今回の動画を行うことで代謝が上がり、お尻が持ち上がり、姿勢が良くなり、活動量が上がることで脂肪燃焼効果が爆増します。一緒に頑張りましょう。スマホ顔の前に置いてやりましょう。まずはウォーミングアップで歩きましょう。大きく足と手を振って歩いてください。しっかり胸を張って足を高く上げることで反り腰の解消になります。そして足の前ももがムキッとしやすい、足が疲れやすい人は弱いこの筋肉をね、鍛えることができます。頑張って最後までやっていきましょう。はい、OK です。はい、次は足を開きましょう。手を腰に当てて体を少し左右に動かしてください。このふくらのリズムで少しね、内転筋を伸ばしながら股関節を開いてお尻の横の筋肉をね、軽く動かしていきます。四股っていうのは結構体重がかかりますから、いきなりやるとね、股関節痛める人や膝痛める人が出てきます。そうならないためにもウォームアップ毎回ちゃんとやっていきましょう。いきましょう。はい、 OK。 それでは四股に入ります。足の、膝の上に手をついたらこのままバランスをとって降りる。繰り返していきます。スマホ見ながらでいいですよ。ちょっとバランスをとって足をつくと、ちょっと余裕がある人はね、足ついたらちょっとしゃがんでみましょう。バランスをとってしゃがむ。しっかり股関節もね、開くことで足のむくみの改善やね、リンパの流れ効果的です。はい、 OK。 で、今度はまた歩きましょう。これを繰り返すことでヒットトレーニングのように脂肪燃焼効果がありながら下半身しっかり鍛えられます。はい、できるだけ足を高く上げてください。脂肪燃焼しながら鍛えることができます。あと2回四股やるだけです。この間にね、こういうね、インターバル置かないとやっぱりね、疲れが溜まってくるんで、結局1セットしかやらないよりはね、インターバル取りながら3セットやった方が効果的です。はい、 OK。 それでは四股踏んでいきましょう。同じように手をついてバランスを取ったら足をつくと、しっかり、ね、膝を開いてください。行きましょう。バランスを取ったらかがむと同時に足を開く。この四股はね、手で膝ついてますから、スクワットよりもね、下半身のフォームは作りやすいです。なので膝を痛みにくいですね。これはしっかりね、足を横に上げますから中殿筋が鍛えられて、下半身太りの解消やね、便秘の改善にもいいからね。OK。 さあ歩いていきましょう。あともう一回ですね。しっかり手を振ってね、歩きましょう。さあ歩いていきましょう。やっぱりこういったね、筋トレインターバルっていうことを繰り返す運動っていうのはすごい脂肪燃焼効果がありますからね。やっぱり寝たまま腹筋だけとかね、寝たままストレッチするより、やっぱり立って動く方が運動量がね、体の運動量が大きいので、おすすめです。はい、じゃあもう一回同じように四股を踏んでいきましょう。足を大きく開いてバランスをとって降ります。もしバランス崩れた時にね、降りてもいいですよ。
回少し止まったら足をつきます。上げて足をつく。しっかり手で膝を後ろに押さえてくださいね。お尻をしっかり突き出すことでお尻の筋肉鍛えられますよ。お尻がない方やね、お尻が弱いとね、お腹も出ますからね、しっかり動いてみてください。この調子、この調子、いいよ。よし、じゃあ歩きましょう。クールダウンした後にあともう一個スペシャルメニューやったら終わります。四股っていうのは、ね、片足立ちになりますから、片足立ちっていうのは1分行うだけでウォーキング50分相当って言われてます。今1分半四股見ましたから、めちゃくちゃね、下半身鍛えられて代謝爆上がりして活動量も上がるからね。毎日続けたら驚くよ。よーし、 OK。 で今度は左右に踏みながら揺れましょう。地面をね、ぴょんぴょんぴょんと踏みます。地面をぴょんぴょんぴょん3回ずつ踏んでください。そう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 、いい感じです。このしっかり床を踏むってことはね、ももにすごい力が入ります。足をついてるままで上下に動くよりも地面をね、グッグッと押さえた方が力がかかってますから、これすごい鍛えられますからね。そう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 、あと少しで終わりよ。いいよ、そのリズム、リズムがいいよ。よーし、 OK。 でちょっと使ったものをね、伸ばしましょう。片足前に出してつま先を上げて後ろの足少し曲げたら前屈。1、2、3、4、5。はい、反対も一緒です。後ろの膝少し曲げて1、2、3、4、5。そしたら手でね、前ももの筋肉持って振ってください。ブル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 、1、2、3、4、5。はい、足ブラブラしましょう。1、2、3、4、5。はい、1、2、3、4、5。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。今回の四股やってみてどうでしたか？バランス取れましたか？毎日朝やるのがおすすめだけど、朝時間ないよって方は夜に一回やってみて、一ヶ月もしたら驚くほど体重下がってくるよ。頑張ってみた人はグッドボタンやコメントで教えてね。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。